はい、今日は1月の7日でございます。それで今日はね、大豆と人参と長ネギを使ったシチューを作ろうと思います。でシチューのベースとなるのがこのおから、そしてこの豆乳、まあもう合わせてるんだけど、調味料を豆乳が 120cc ぐらい、そして醤油が 10cc、 みりんが 15cc、 お酢が 10cc、 そしてこの今見えてる手抜きですけどね、昆布なし、これが 3g、 そして食塩が 4g と岩塩が 1g、 胡椒を少々、これで作っていきます。もう超簡単ですよ、誰にでも作れますから。ダメ人間にも作れるお料理コーナー。はい、じゃあさっきの豆乳と調味料合わせたものを入れて、ちなみにこのおからは 60g で、チーズは 20g、 そして小麦粉が20g、 こんな感じです。これで完成。あとはオリーブオイルを少々、大豆は 150g、 長ネギは半分、人参は大を1本、まあちょっと四角めに切ってます。塩コショウ投入、今日も引き続き全フォン2で撮影してますよ。音量にムラがあるよね、なんかね。まあいいけどさ。ちなみにこの野菜類は一回レンジでチンをしています。大豆は以前茹でたやつをそのまま使っています。まあこの煮大豆の作り方は他に動画アップしてるんでまあ参考にしてください。じゃあこれを投入していきます。ちょっとね、三脚が邪魔だから変な方向から変な風にしかちょっとね混ぜれないんだけどちょっとこれを誰かに食べてもらいたいね。私が美味しいと思ってて他の人が美味しいとね感じるかどうかは分からないけどさ、まあシチューもどきだけどね、これはもうこんな感じ。完成でございます。イエーこれはちょっとシチューというには汁気が全く足りないしね、焼いてグラタンにするにはもうすでにチーズ入れてるからさ、ちょっとね微妙だけどさ、まあこれ時間がない時に作れる即席な、まあ、シチューもどき、グラタンでもないシチューでもないアイノコみたいな食べ物まあ早速実食です。はい、いただきます。あ、うまい。人参とこのネギのね、旨味がね、よく出てる。で、この豆乳ベースのシチュー。シチューとは言えないな、これはもう。これなんて言えばいいの？このペースト状のもの。いや、これ。これもね、うまい。和風だしの味が出ててね。大豆はもちろんね、うまいけどね。あらかじめもう出汁とかに似てるからさ。もちろん豆乳じゃなくて、牛乳でもいいと思うけどね。ちょっと豆乳が余ってたんでね、これを使い切りたかったんで、ちょっとね先に使います。まあもっと豆乳を多めに入れて、本当にシチューのようにしてもいいしね、これよりちょっとね豆乳を少なくしてオーブンで焼いてもいいと思うしね。その時はチーズを先に入れずに、この上からチーズをしてオーブンで焼くといいんではないでしょうかね。はい、じゃあ締めますか。人参と長ネギと大豆のクリームシチュー、皆さんもぜひお試しあれ。ではでは。